ヤナカワの戦いは、1377年8月2日に、シバンウルスのアラブシャーハント、イヴァンドミトリエビチ率いるヤロセラブリ、ユーリエフ、ニジニノブゴロド、ムーロムラルーシ諸公国からなる、連合軍との間で行われた戦い。戦闘前から泥酔していた、ルーシ諸公国軍は、アラブシャーの小部隊に、ほぼ全滅させられ、イヴァンドミトリエビチは、配下の兵と共に溺死した。 ロシア語で、酔ったと訳される、ヴャナ川の名前は、この戦闘に由来する。この事件は、中世ロシアの年代記、ヴャナの虐殺にも記されている。1359年のベルディベク藩の死後、バトゥイルスでは、バトゥケが断絶し、数十人の藩が乱立する、大混乱時代に陥った。やがて、バトゥイルスは、西藩分を、クグツ藩を擁立する、キアトブのままへが、 サライを含む東半分を、シバンカ出身の藩がそれぞれ収めるようになり、両者はバトゥールスの主導権をめぐって耐えず、争いを続けた。一方、ジョチウルスの左翼部たるオルダウルスでは、オロス藩が急速に勢力を拡大し、ジョチウルスを再統一すべく、サライに出兵して、シバンカのアラブシャーを破った。1377年、オロス藩に破れたアラブシャーは、 西方のママイの下に逃れ、ルーシ諸公国も、アラブシャーの存在を知った。スーズガリ・ニジニ・ノブゴロド公、ドミートリー・コンスタンチノビチは、アラブシャーの接近を知ると、モスクワ大公国のドミートリー・イバーノビチに援軍を要請し、ドミートリー・イバーノビチは義父にあたるドミートリー・コンスタンチノビチの要請を受けて、直ちに援軍を派遣した。しかし、ノブゴロドとモスクワの連合軍は、 アラブシャー軍と遭遇できず、モスクワ軍は先に帰還してしまった。一方、ノブゴロド軍を率いるドミートリー・コンスタンチノビチの息子イヴァンドミトリエビチは軍隊をピャナ川に移動させ、配下のボイボダたちはアラブシャーが未だドン川の支流にいることを提示した。暑い日が続いていたため、待ち構えていたロシア兵たちはミードやビールなどの種類を飲んで歩き回り、 イヴァンドミトリエビチの部隊は地元の村で戦いが始まるのを待っている間に泥水してしまった。ロシア軍が泥水している頃、モルドバの貴族に案内されたアラブシャーは予想よりも早く戦場に到着し、軍を5つの部隊に分けて攻撃を仕掛けた。8月2日、アラブシャー軍はイヴァンドミトリエビチの軍団を四方から吸収し、油断しきっていたロシア兵は、 ビアナ川に退却した。イヴァン・ドミトリエ・ベチは、ビアナ川を渡る時に、多くの使用人や戦士と共に溺死してしまった。残った者たちも、アラブシャー軍に殲滅され、ルーシ諸行国軍は、壊滅的な被害を被った。その後、アラブシャー率いる軍団は、ニジニノブゴロドに到達したため、住民は、船で避難し、スーズダリ港、ドミートリー・コンスタンチノベチは、スーズダリに逃れ、 ノブゴロドは略奪を受けた。ギャナカワにおけるアラブシャーの勝利を知ったママイは、ルーシ諸公国軍を侮って、しばしばルーシ方面に出兵するようになり、1378年のボジャカ藩の戦いと1380年のクリコボの戦いが引き起こされることとなる。ありがとうございます。